全身を引き締めて綺麗に痩せたい方は今回のエクササイズがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、ハイプランクスクワット、これを10回3セット一緒に行っていきましょう。このエクササイズはとても素晴らしいです。気になる部位が全部解消されます。鍛えられる部分としては、二の腕、胸、腹筋、太もも、内転筋、お尻も使われます。一緒に10回3セット頑張っていきましょう。では説明します。今回のエクササイズなんですけども、ハイプランクというのは肘ではなく手をついて行うプランクです。これをですね、つま先を外に向けます。この状態から肘をつきながら膝を曲げます。で戻る、かがむ、戻る。このかがむ時にですね、しっかり下を向いてお腹を締めることで腹筋が鍛えられます。そして足の内側を床につけることによって内転筋が鍛えられます。ここで膝を曲げることによって内転筋と太ももが鍛えられますので、足痩せしたい人にはおすすめです。そして前ももがムキッとしてしまう人、そういった方はですね、スクワットをすればするほどやはり前ももに効いてしまいますから、今回のエクササイズはお尻の方、もも裏、内転筋の方にしっかり効きますので、足が太くなる心配はありません。むしろ前ももが筋肉質な方はつるんとする足にできますので、おすすめです。この状態から肘をついて上げることで上腕三頭筋、二の腕が引き締まります。で足の幅なんですけども、これくらいです。これくらいで膝を曲げる、ちょっと広めに足のスタンスをとってください。手の位置は肩の下です。肩の下から肘が曲げれるぐらいしゃがんで戻る、腰を丸めて戻る。その時に足はですね、足の内側だけが床についてる感じです。膝を曲げた時にふくらはぎの部分が床につかないように頑張ってキープしてください。これを一緒に10回を3セットしっかり行っていきましょう。間で10秒休みを作ります。では一緒にいきましょう。いきます。動きはこれぐらいです。1、2、しっかり膝曲げます。内ももがプリプリしていきます。8、9、10、10秒休みます。結構内転筋と太ももに効きますよね。2セット目いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒休みます。腹筋結構効きますね。ラストです。いきます。1、2、しっかりお尻下げて、3、丸く、4、5、6、7、8、9、10。いやー、お疲れ様でした。結構効きましたか？どうでしたか？腹筋結構つらかったと思います。そして足がね、やっぱり内転筋がしっかり鍛えられるので、やっぱスクワットとかよりも結構辛いですね。今回のハイプランクスクワット、気になる部位が全部解消、二の腕も結構辛かったんじゃないでしょうか。どうでしょうか？よかったらコメント、グッドボタンお待ちしております。肘をついた状態でですね、体を起こすんですけども、そこまで胸にはね効かないかなっていうところです。二の腕にはしっかり効くと思います。そしてしっかりちっちゃくなることでね、腹筋が効きますんで、もしあんまり腹筋効かなかったよって方はですね、もうちょっと腰を丸めて
もうちょっと下を向いてお尻をしっかり後ろに下げる。そうすることでしっかりねお腹がねグッと丸くなりますので、しっかり体が丸くなれると腹筋に効きます。もし体が硬い方はですね、あんまり足が広がらなくってお尻をしっかり下げれなかったかもしれないんですけども、そういった場合はですねストレッチをコツコツやってください。下半身の筋肉柔らかい人はですね、エクササイズをしてもいろんな部位に太くなりにくいというメリットがありますので、しっかり下半身のストレッチをね、美脚になりたい人、足が太くなりたくない人、ぜひ行ってください。頑張ってた方はよかったらコメント、グッドボタン、シェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない時間、少ない回数で効くエクササイズを紹介していきます。チャンネル登録されてない方はですね、よかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。